安全対策課、先生予防的活動専門チーム、いわゆる先生予防チームです。県内5カ所に拠点があります。不審者情報をもとにいち早く現場に駆けつけ、聞き込みや警戒を行う専門の部隊で、選ばれた警官が2人1組で動きます。ハサミを持った男に声をかけられた。この日は一人で下校していた女子中学生がハサミを持った高齢の男に追いかけられたという通報をもとに出動。津島市へ向かいます。付近の防犯カメラを探したりですね、聞き込みですねをしたりすることもあります。ハサミを持ったっていう話がありますので、その点がちょっと気になるところがあってですね、はい、午後5時ごろ、線路脇の路上で声をかけられたという女子生徒。大切なのはその同じ時間に現場周辺の警戒、聞き込みを行うこと。